はい、ということで青春18切符で京都から北陸に向かって旅行している最中なんですけれども、今回は富山県の氷見市にある天原市海岸に向かっています。現在金沢から移動中です。 IR 石川鉄道ですかねに乗って北上しているわけなんですけれども、まだこんな感じでね、雪が残っています。一旦高岡駅で降りまして、そこから乗り換えて氷見線に乗ります。金沢から高岡までだと青春18切符が IR 石川鉄道ですけれども、この区間内は適用されるということでした。そして JR の氷見線に乗り換えます。および列車内への持ち込みは禁止されています。こんな感じでね、超ローカルなワンマン列車ですね。ここで途中の天原市駅で降りて、有名な美しい景色が見られる天原市海岸に向かっています。昭和のまま残っているような情景がね、楽しめる車窓と駅ですね。なんか映画でも撮られてそうなぐらいね、非常に美しいノスタルジーな情景でしたね。で、富山湾が非常に近いですね。かなり海沿いです。で、ここら辺の有名な場所として伏木という場所があります。伏木という、まあ、運送ですね、海運とかそういうので有名なとこなんですけれども、有名な企業として伏木海陸運送というものがあります、まあ、こちらですね、伏木駅あるんですけれども、この伏木海陸運送は社会人野球の強豪として知られています。社会人野球なんですけれども、冬季は練習を行わないということで、雪とかの関係もあるんですかね、仕事に専念するということで、まあ、そういうハンデを抱えながらも非常に強いチームということで、まあ、ちょっと有名な野球チームだと思います。と言っている間に天原市駅に着きました。来ました、天原市海岸。これですね。もうちょっと近づいてみようと思います。すごい、やっぱある程度人は集まってますね。
怖い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 。Today. Please change here for the Ainokaze.